反応だ、スプリガン。もう一人も見どころありそうじゃねえか。それねえことを言うなよ。あのピックアップはてめえのだろ。すっかり元通りで何よりじゃねえか。よう、ジョーちゃんたち。俺はバルターってもんだ。そこのアークライド先生には前に依頼した時に世話になってな。クルガのひよっこか。面白いのを連れてんじゃねえか。ガタイに筋力は足りねえが、目に天性のバネはありそうだ。そんな豆鉄砲が通じると思い込んでるのはいただけねえがな。
そうだな。さてと。Thank you.
はあ、遅くなったな。あれが例のバスか。見たところ修理は完了したのか。駐在と運転手に話を聞かないと。へえ、インゲルトのピックアップか。なかなか趣味がいいじゃないか。なんだこの動力バイクは。レッドスターのモンスターマシン。エトワスのモデルもすごかったけど、こっちもかっこいいよな。あ、人がいたのか。驚かせないでくれよ。ひょっとしてバスの乗客かい。俺は遊撃士協会の。お前は。いや、ジンさんたちと違ってこっちの用事はすぐ終わったから。じゃなくて。俺はアルビス、共和国ギルドの C 級遊撃士だ。うさんくさい汚れ仕事をやっているバン・アークライドだったな。一体どうしてこの村にいる。さて、いくつか情報が集まったな。ええ、一度整理したいですね。
はい、宿に戻りましょう。フェリー驚いたね。夢でも見てんのかい。ちょうどさっきあんたへの手紙を預けたところだよ。ひょっとしてうちの連隊長がクルガにも問い合わせたのかい。はい、それで私アイーダさんのことが心配で、カルバードの首都でこちらの裏解決屋さんを探して、それであんたは噂は聞いていたが。バン・アークライドだ。2年前に世話になったようだな。だいぶ辛そうだが何があった。そうですよ。どこか怪我でも。近づくんじゃないよ。アイーダさん。ああ、そんな顔すんな。あんたが悪いわけじゃない。ちょっとばかり遅すぎた。ただそれだけのことさ。その何か事情がおありなんですよね。お力になれるかもしれませんし、話していただけませんか。お嬢ちゃんは。うちのバイト女子だ。それよりあんた、ひょっとして。おい、そこで何をやっている。またお前たちか。で、そこのあんたは。見かけない顔だね。観光客。いや、ひょっとして。まさか良平か。遊撃地まで来てるのにのこのこ寄っちまうなんてね。団長につけてもらった低い鳥の名が泣くってもんだよ。アイーダさん、私力になりますから。だからどうか。あんたにはまだいろいろと教えたかったんだが、裏解決やこの子にここまで付き合ってくれたんだろう。できればこのまま
遅かったか。なんだ魔獣の群れ。いや、恐怖で狼型を突き動かしていた連中か。それって。これも縁かね。なんとかこの場はしのいでみせな。フェリー、裏解決屋に遊撃しも。軍用魔獣か。ああ、しかもこいつら。今は後だ。低い鳥も言っただろうが。なんとかこの場はしのいでみせな。フェリー、裏解決屋に遊撃しも。け、どうすれば。お二人はどうか、こちらは任せてください。わかった。そいつはともかく、君たちは気をつけろ。今は切り替えます。アイゼンシルドの軍用魔獣が3体。しかもヤバい状態みたいだ。アニエス、気をつけてフォローしろ。はい、援護と回復は任せてください。相手になるぜ。よっ、上等だ。頑張ってください。こっちだ。そらそら、そこだ、フェリー。ターゲット捕捉、逃がしません。アニエスさん、癒しはホワイトヒール。感謝します、バンさん。こいつは効くぜ。切り裂け。そこだ、フェリー。これは効きますよ。決まってけよ。そこです。ジョン、アニエスさん、全力で行きましょう。ドライブを開始します。まずいな。ドライブ開始。そうだよ。いや、アニエスさん、チャンスだ。そうだよ、チャンスです。これはどうでしょう。はあ、シーザン、捕らえました。燃え上がれ。やれやれ、人が静かに飲んでるっつうのによ。ドラー
この場は引き受けてやるよ。代わりに車の件はチャラにしろや。犬っころごときがいきなりやがって、本物の家老の牙味わってみろや。砕けろ。ここからじゃ様子が見えぬ。もうすぐ高台に到着します。アイーダさん、待っていてください。同じってわけか。ああ、命も意志もなくうごめき続けるだけの存在。良平なんてヤクザな家業の報いとは思いたくないが。一体10日前何があったんですか？単純な話さ、負けちまったのさ。完膚なきまでに徹底的にね。あ、そいつは2週間前、私たちの部隊は CID のハーキュリーズに捕捉された。国内の良平にたまに仕掛けてくるってのは聞いたことがあったからね。悪くない連度だが、包囲網の隙を何とか突破して私たちは離脱した。村で一泊した後、ここに野営地を築いてどのルートで帰還するか検討してた時、あいつらが現れたんだ。どの使い手もヤバかったが、中でもリーダーの3名は別格だった。一人また一人仕留められて、なすすべもなくなぶり殺しにされて、私たちは文字通り全滅したはずだった。なのにふと気づいたら、私はこの場で目を覚まして、いつの間にかその大きな石柱の上に赤い光を放つ装置がはまっていた。
死んだはずの部下たちも生きていたが、ただうめいてうごめき続けるだけだった。私はなぜか身動きは取れて意識も残ってたけど、どうしてか日の光が苦しくてね。しかも全然腹が減らないんだ。仕方なく日中はテントに身を隠して夜動くしかなかったな。さすがにダンにも連絡できなくて。でもそのうち何かが乾き始めて、全滅したはずの軍用魔獣が同じように蘇って勝手に動き始めて、うごめくだけだった部下たちも同じような兆候を見せるようになった。そんな、アイーダさん、あなた方を全滅させた人たちがあの装置でそんなことを。多分ね。何とかしようと石柱に登ろうともしたんだが、体が言うことを聞かなくてね。まるでそう決められたかのように。だから私は決意した。この手で全てのケリをつけることを。ダメ、アイーダさん。死ねない体ならせめて浄化の炎にってか。ああ、グールの伝承でも定番だろ。こうして話してる間にも私は喉が渇いてたまらないんだ。あんたたちの血と肉をすすりたい。フェリなんかプニプニ柔らかそうだしね。そっちのジョーちゃんもめちゃくちゃそそる。むさくて硬そうな野郎はいまいちだけど。むさくて硬そうで悪かったな。ダメですよ、アイーダさん。諦めちゃダメです。だってあなたはちゃんと生きている。村の人たちを傷つけることなく、私たちをそんな風にわざと遠ざけて。でもフェリちゃんはあなたのためにここまで来たんです。一念発起して初めての外国でバンさんの事務所を探し当てて。アニエスさん。ですからちゃんと話してあげてください。あなたの本当の気持ちを。なんとか解決方法がないかも含めて、私たちアークライド解決事務所もお手伝いしますから。ったく、何勝手にと言いたいところだが、確かに裏解決屋向きだ。必要なら力になるぜ、低い鳥。千の影楼の教頭のよしみで多少はサービスしたっていいしな。ワンさん。血をすすりたいっていうのは別に演技だけじゃないんだがね。ただまあ、敵にいいようにやられて諦めて女神行きってのもらしくないか。私を拾ってくれたアイゼンシルトに、ゲラント連隊長たち、異国の小さなライバルにして子犬みたいに素直で可愛い妹分、西風のみんな、懐かしい妹分や誰よりも尊敬していたあの人に、確かに顔向けできなくなっちまいそうだ。アイーダさん。その通りですよ。いやー、泣かせるじゃないか、低い鳥アイーダ。一人意識を持ってたのも驚きだけど、さすがはかの両兵王の右腕と言われたほどの凄腕だね。夕方の、てめえ。やっぱりあんたか。こんななりになってもうっすら気配は感じてたよ。私たちを壊滅させた三人の一人、異形のダガーとボムの使い手、アルマータの幹部の一人、ソーンのメルキオル。そう繋がりやがるのか。ご紹介ありがとう。確かに僕はアルマータの人間だけど、君たちを襲ったのはフルスの筋でね、ボスのオーダーによる仕事だったから、あながち間違いじゃないんだけど。
確かにただのマフィアって感じじゃなかったが、あの装置を仕掛けたのもあんただね。ああ、すごいだろ。死者すら蘇らせる奇跡の実験。まあボスによれば装置自体はどうでもいいらしいけど。え？てめえ、何を？だけど実験は最後までやりきってほしいかな。ワイヤーが。それじゃあ始めようか。うわー、アイーダさん。まずいね。これはあんたたち、ここから逃げなー。アイーダさん、しっかりしてください。なんてことを。クソが。アニエス、フェリモ、腹をくくれや。姉貴分を取り戻したいんだろう。まずは何とか無力化するぞ。ウーガ、何としても取り戻しましょう。それじゃあレディーファイ。乾くんだよ。ザクセイル。こちらの番だ。まとめて相手だ。呪いぜ。クライヤー。後期です。ユースビフ・アルアハブ・アンファスナ、させません。負けません。ドライブ開始。それ助かったぜ。逃がしません。望むところです。はあ、これで切れます。やあ、とどめです。イグニス・ランペース。ケジ、ケンカスターまとめて相手だ。お前や、こっちだ。そらそら、チャンスです。一斉に行きます。そこだ。よっ、焼き棒が割ったか。私が相手です。大丈夫ですか皆さん。大いな光の栄光。
我らに息吹を与えたまえ。感謝します。上限はさせません。望むところです。出力最大だよ。これは効きますよ。炎よ、我らに息吹をさせません。シールド展開。こいつは効くぜ。まとめて相手だ。バッサー、こっちだ。そらそら行くぜ。覚悟を決めな。セイフ。バンダーライスレイダー。ブーストゲージビギンド解放。じゃない。それじゃあ最終フェーズ行ってみようか。てめえ、うわなかだけでも。おいおい、ずいぶんと楽しみじゃねえか。おっと、野生狼、いいタイミングだぜ。犬っころどもはあらかた片付けたんでな。火星も駆けつけやがったから、あっちは任せてきたぜ。火星だと。よう、そうんの。マフィアの幹部ごっこも含めて、いろいろと遊んでるみたいじゃねえか。はじめまして、かな。結社のナンバー8。噂は金がね聞いているよ。喜べ。その噂を味見させてやる。破壊のおっさんのリクエストだ。少しばかり話を聞かせてもらおうか。いや、執行者相手は荷が重いかな。今のところ利害は被らないんだし、見逃してくれないかなって。調子くれてんじゃねえぞこら。ゲネシスが。僕はこれで失礼するよ。装置はどうぞご自由に。それじゃあ頑張って切り抜けてね。待てやこら。
いいからほっとけ。それよりこっちだ。女子、大怪我させたら信用に関わるからな。クソ、あばらをやったか。痩せ狼が言ってた火星ってのは。ダメだ、間に合わねえ。ゲネシスが響き合っている。ああ、またボロボロね。メアちゃん。また現れやがったか。どっちのお前が本物なんだ。私は私よ。言ってる意味がわからないんだけど。まあいいや、さらなる力も解放。ワン、どうするの？やる！了解、あたしに任せて。シャード解放、テイクザグレンデル。ワンさん、これってフェリちゃんと共鳴して力がパンさんの元へ。じゃあ、スビフアルアハブアンファスだ。こっちのフルブースト決めなさい、バン。望むところです。ライファ駆動、フルブースト決めなさい、バン。決めなさい。ほらよ、そこだ。それ。これは効きますよ。炎よ、我らに息吹を。望むところです。出力最大だよ。ザイファ駆動、炎の加護。くらいなさい。せられか。
っちのものね。クルーブースト決めなさい、バン。力を貸すわ。ほらよ、そこだ。望むところです。やっちゃいなさい。フルブースト決めなさい、バン。さあ、おーしゅうか。おーしゅうか。やっ。こっちのものね。フルブースト決めなさい、バン。さあ、おーしゅうか。これで やったじゃないか、あんたたち。まあ、なんとかな。ねえ、アコーメ。なんとか話を聞き出したかったが。アイーダさん、よかった。今手当てをしますから。ありがとうよ。だが、その必要はないさ。え？女神の、元へ。遅かったか。いや、間に合ってよかった。あ、アブ連隊長たち、クルガも来てくれたのかい。バカ娘が心配をかけおって。道すがら手紙は読んだ。アイーダ、災難だったな。面目ない。分かった情報だけまとめた。もし連中とやり合うことがあれば参考にしておくれよ。ああ、無駄にはすまい。鉄の盾を掲げる者たちよ、諸君もご苦労だった。ありがとう、裏解決や。それと助手のお嬢ちゃん、おかげで可愛い妹分と最後にこうして話ができる。アイーダさん。ダメだよ、アイーダさん。昔のことを教えてくれるって。あんたが成長すれば、他のやつからも聞けるだろうさ。そうだね。私のもう一人の妹分とか。そんなの知らない。アイーダさんから聞きたいんだよ。そのためにもフェリー、あんたは成長しなくちゃならない。だから最後のとどめはあんたがしとくれ。な、聞き届けるがいい、フェリーだ。アブ、お前がこの先も戦士であり続けるなら必要な儀式だ。低い鳥殿の行為を無駄にするな。フェリちゃん、ダメ。お嬢さん、口出し無用だ。見届けられぬならば目を背けていてもらおう。
フェリー。たく、子供に背負わせてんじゃねえよ。こういうのは大人の役割だろう。手伝うって依頼もあるしな。一理あるか。アイーダさん、アイーダさん、やれやれ甘いね。だが急ぐ必要もないか。ありがとう裏解決屋に。お嬢ちゃん、さよならだ。フェリー、連隊長にみんな、ゼノにレオ、フィーも、ルトガー団長、やっと私もあんたのもと。何があったんだ。やっぱりあれから特に反応はありませんでした。まあ間違いなく何らかのトリガーがあるんだろう。今回の低い鳥たちの指揮か。それを起こしたのは間違いなくそいつだ。確か生命活動に関係する実験装置って話だったか。はい、曽祖父の手記によれば、ティアみたいな回復アーツの開発に貢献したみたいですけど。その機能を何らかの方法で反転させたのかは知らねえが、改めてヤバい代物みたいだな。お前のひいじいさんの遺産ってのは。はい、しかもそれをマフィアの人たちがあんな形で悪用していたなんて。そのせいでフェリちゃんとアイーダさんにあんな思いをさせて。ただお前が持ってたゲネシスが2番目のやつを抑えたのも確かだ。やばい状況だったが、あの不思議現象で一発逆転にもつながったし、これ以上の悪用を防いだって意味でも回収した甲斐はあっただろう。何よりもどうせ今後も引くつもりはねえんだろ。はい、前回に続いて両兵の方たちも亡くなって、でも危険だからこそ目を背けられないと改めて思いました。ですからバンさん、これからもよろしくお願いします。まあ約束だしそれはいい。だがアニエス、改めてバイトの方はどうだ。俺は警察でも遊撃士でもない。あくまで自分の流儀を貫くだけだ。黒でも白でも灰色ですらない青黒い狭間の領域で、お前までそれに染まる必要は。大丈夫です、染まりはしませんから。アイーダさんへの慈悲、私には到底真似はできませんから。フェリちゃんが大人になるのを待ってあげる優しさも。でもそんなあなたを支えて寄り添うことはできると思うんです。まだまだ半人前ですけど、あくまで私ならではの色で。ですからアルバイトの方もよろしくお願いします、バン社長。ったく、あれだけの修羅場に立ち会ってのんきなんだか腹が据わってんだか、アルマータも含めて何かが動き始めてるのは確かだろう。
あの痩せ狼が所属する組織だってある意味マフィア以上にヤバい連中だ。そうみたいですね。結社って呼ばれていましたけど。いずれ機会があれば話してやる。 CID は CID で怪しげな動きをしてやがるし、ギルドとは立ち位置的にそこまで慣れ合いはできねえ。こうなってくるとちょっとばかり手が足りねえな。バンさん、だったらちょうどよかったです。あ、ノックが先ですよね。お前、フェリちゃん。その説は本当にお世話になりました。あの後ろくにお礼もできずにお別れすることになっちゃって。そんな。でもよく来てくれましたね。依頼料もちゃんと受け取ったしな。あの後クルガの里に帰ったようだが、今度は親父さんと一緒に来たのか。いえ、その実は感動されちゃいまして。戦士団の言いつけに背いて勝手に動いたことが理由です。戦士としてもあまりに未熟、半人前にすら至っていないと。それで副頭目に広い世界を学んでくるように言われまして。アイーダさんの件、お二人には本当にお世話になりました。依頼以上に大切なものを教えてくれて、アイーダさんの望みも叶えてくれて、そしてクルガの戦士にとって恩は全身全霊をかけてお返しするものです。ですからどうか私もしばらくお手伝いさせてください。もちろん大歓迎ですよ。勝手に歓迎すんじゃねえ。あ、忘れてました。これアブからバンさんにって。手紙？たく冗談じゃねえぞ。あはん、大事な娘みたいだし、俺の方から思いとどまらせろってか。全力バン・アークライド殿、この度は娘のわがままに付き合っていただき感謝する。以前クルガの者も世話になったようだが、噂にたがわぬ仕事ぶりと改めて感服した。しかし娘の成長の機会を奪ったこと、親としてはともかく副頭目としては遺憾だ。代償としていくらこき使ってもよいので、お主から成長の機会を与えてやってほしい。ただし万が一手を出したら、全クルガをもって死を与えるか、いろいろな意味で責任を取ってもらうので、そのつもりで俺、そうそう、ハサン・アルファイド。パンさん、なんだか顔色が青いですけど。アブはなんて。なんでもねえっつろ。そもそも住む場所はどうすん。もうこの上の空き部屋を契約してんのかよ。この調子でいくぞ。ランクアップか。気前のいいこった。文句なしだな。嬉しいです。フェリーダ・アルファイド、速さを生かした撹乱が得意です。頑張ります。